こんにちは。心理学をもっと身近に学術系コンサルティングのセカンダリーないでございます。今回は公認心理試験対策講座オンライン1分チャレンジ過去問アレンジ問題単位後生活環境相談員というテーマで1分程度でお話をしたいと思います。こちら弊社のアットセカンダリーアンダーバー JP という Twitter アカウントなどで出題させていただいた問題でございます。 こちらの答え合わせをしていきましょう。精神科病院の管理者は医療保護入院の退院促進に向けて、退院後生活環境相談員を選任しなければならない。丸かバツかの2択でございます。セカンダリーでは試験に向けた対策ページを解説しております。公認心理士対策セカンダリーで検索、ぜひアクセスしてみてください。 それと、この動画のシリーズの URL、リンク一覧は本動画の説明欄、概要欄にございます。ぜひチェックしてみてください。ということで、こちらの問題の回答ですが、丸でございます。無料でご覧になられている方は、ここまでご視聴ありがとうございました。えっ、ー、と、そうですね、こちらの問題はですね、